大賀社長はこの大賀薬局という会社の4代目の社長さんになられると、おじい様、お父様、そしてお母さんが継がれて、その後大賀社長という、その創業からその先々代とですね、こうずっと継いでこられる中のですね、一番古い記憶とか、そういう知ってらっしゃるお話、どうしてこういう薬局事業を始められたのか、そのあたりぜひ聞かせていただけませんか。そうですね、はい、明治35年から、まあ、薬に関する仕事は始めたというふうに聞いてるんですけども、はい、私の記憶としては、はい、私の父が、はいはい、まあ、今からは天神に出店すべきだと、はい、その日鉄商店街に出たから後のことになると思います。展示の真ん中ですね、どちらからもともといらっしゃったんですか。その場合はですね、9代前、前田市の、はい、もともと二日市大夫の方の出なんですけども、はいはいはい、前田市の方から、うんうんうん、展示の方にお店を出していただきました。それ、はい、何年ぐらいのことなんですか。それは昭和23、24年ですね。23、24年、ああ戦後の、じゃあまだその何ですか、世の中が全然安定してなかった頃に、はい、動乱の中でお父様は中央に出てきてスタートされたと、はい、ちょうどその天神に出てこられた23年と大賀社長が生まれになった23年というのはほぼ同時期なんですね。そうですね、はい、そしてでもそのお父さんがその23年に天神に出てこられてですけど、その若くしてお亡くなりになったというふうに思いました。はい、まあ、父はそれこそ、まあ、大名小学校 の、はい、PTA の会長をしたり、はい、あるいは西鉄商店街 の、その理事長をしたり、させていただいておりまして、また、僕たち子供たちにも、はい、自分は愛を注いでくれたんですけども、まあ、がんにをかかって、はい、私が中学校の時に亡くなったんですけども、小学校5、6年の頃から少し体の具合が悪くなって、はい、病棟で何か歌を歌ってくれと、はい、父から言われまして、はいはい、その時にたまたま私がなんでそういう歌を歌ったのか分かんないですけども、はい、北帰行という歌を歌ったんですよね。はい、その時にボロボロ泣いて、ね、いたことを思い出します。当時、大賀社長がおいくつ。私は中学校の、それ、中学校の3年の時に亡くなりましたんで、その頃の話ですね。はい、そのお父様が亡くなられてですね、うん、その若くしてその社長業を継ぐことになったお母様で、子供さんが3人、まだ成人されてない子供さん3人いらっしゃる。当時のことをちょっと振り返っていただいて、どういうふうに家計というか、その仕事を切り盛りされていらっしゃったんでしょうか。私たち子供たちは、まあ、お手伝いの方に来ていただいてですね、ご飯をお手伝いの方作られ、そうしないと仕事が回らない、回りませんので、当時店舗は1店舗だったんですか。いえ、その頃から、7店8店ありましたので。そうなんですか。今になってみると、はい、いろいろ苦しいことや、はい、いろんな突発的な出来事がいろいろあっただろうと思う、はい、中に、はい、まあ、そのような表情を見せたことがないんですね、お母様。だからその大きな辛抱強い経営者で、はい、手本にしていかなければいけないと思っているところでございます。母は、はい、その息子、長男の私が、はいはい、早く社長に、はい、継いでくれることを望みながら、はい、そのような体制を一生懸命作ってきて、はい、くれておりましたんで、はい、まあ、スムーズに、はい、後継できたと思っております。大賀社長は42、3歳の頃っていうふうに伺っていますが、はいはい、その頃っていうのは会社の体制としてはどれくらいの規模になっていらっしゃったんでしょうか。もう15点かにぐらいになってたと思います。はい、はい、いや私もですね、まあ、いわば飽きんどなんですね。飽きんど、はい、だけどやっぱりこうきちっと数字を抑えたり、はい、総務的な仕事やら、はい、経理的な仕事をする人が、はい、言ってくれたおかげで、はい、できたと思います。
商品をどのように売っていくか、どのように商品構成をするのか、どのような接客をするのか、店のカラーはどうするのか、まあ、そこら辺のところは、まあ、得意分野でもあるしやれるんですけど、よりはやっぱりきちっと金銭を数字を抑えていったり、会社の規則を作ったり、その規則を実行したりしていったり、そのような抑えの部分を歴代ずっと先輩方が言ってくれたんで、まあ、今日に至ることができたと思っております。